立森つば学園、高等部、初等部、中等部、高等部、大学、大学院とでなるこの巨大な学園は、とある人物が私財のみで完成させた巨大な一つの都市であり、寄宿舎、研究所、映画館、病院、銀行などありとあらゆる施設が整ったこの学園都市には、学生、職員、関係者、その他家族など合わせてなんと1万人以上が登校、生活していると、なんだかどこかで聞いたような設定の都立葉学園は海外からの留学生も多い。今回はその中の一人、高等部に所属する留学生シャオランのお話。今日は天気がいいな。まだ2月なのに春みたいだ。シャオランくん。さくらさん。おはよう。おはようございます。また敬語。ああ。クラスは隣だけど同じ学年なんだもの。敬語は使わないでね。はい。シャオランくんが留学してきて1ヶ月だけど、どう？慣れてきた？はい。みんな仲良くしてくれるし。よかった。 B 組の綿貫くんと百目鬼くんと仲良しだものね。でももし何か困ったことがあって、何か私にできることがあったら言ってね。うん。そういえば明日は2月14日だね。そうだね。あのね、私もチョコレート作ろうと思ってるんだ。え？明日はバレンタインデーだもの。やっと昼休みだな、シャオラン。綿貫くん、一緒に弁当食べね。うん。なんか今日は朝からずっと浮かない顔だな。なんかあった？あったんじゃないんだけど、ちょっと気になることがあって。なんだ？明日は2月14日だよな。うん。で、その日が。綿貫、卒業式の打ち合わせ時間だぞ。早くしろ。今行こうと思ってたんだよ。ちょっとシャオランと話してたんだ。なんだ、だったら先に行ってる。大丈夫だよ、大したことじゃないから。百目鬼くんと一緒に行ってきてくれ。うん、本当に大丈夫だから。じゃあ戻ってから聞くからな。ありがとう。じゃあ後で。じゃあな。うん。はあ。どうしたの？どうしたんだ？モコナたち。ため息ついてたでしょ。ついてた。嫌なことあったか？そうじゃないんだ。モコナ、相談に乗るよ。乗るぞ。同じクラスだしな。友達だもん。モコナ。実は。実は？バレンタインデーとチョコレートの関係は？私立堀津田学園。バレンタインデーにドキドキ。ごめんな、お昼休みに変な話に付き合わせて。気にするな。シャオランの弁当美味しいし。うちの父さん料理上手だから。でもびっくり、シャオランバレンタインデー知らないの？シャオラン考古学者のお父さんといろんな国を旅してたから知ってるかと思ってた。いや、聞いたことはあるんだけど、でも俺が知ってるバレンタインデーとこの日本のバレンタインデーが違う気がするんだよ。どんな風に？俺が知ってるバレンタインデーは成人の記念日だったんだよ。でも今日さくらさんが明日はバレンタインデーだからチョコレート作るって。でクラスでも女の子たちがチョコレートの話をしてて、俺が知ってるバレンタインデーはチョコは関係なかったんだ。なるほど。それはね。ああ、美味しそうなお弁当を食べてる。ファイ先生。俺も欲しいな、そのだし巻き卵。あ、はい、どうぞ。わーい。
いけないんだ。科学の先生が窓から出てくるなんて。科学準備室から出てきたぞ。大丈夫だよ、シャオラン君とモクナたちが内緒にしといてくれれば。はい、内緒にします。シャオラン君、本当に真面目だね。じゃ、卵焼きいただきます。おいしい。ありがとうございます。どう、この堀壺学園は。楽しいです。友達もできたみたいだね。同じクラスの綿貫くんと道明くんとよく一緒にいるし。はい。あと C 組のひまわりちゃんとさくらちゃん、どっちも花の名前だ。かわいいね。はい。で、バレンタインデーがなんとかって言ってたけど、どうしたの？ごめんね、聞こえちゃった。シャオランね、日本のバレンタインデーがよくわからないんだって。ああ、シャオラン君、日本に来てまだちょっとだもんね。はい、2月14日なんですよね、日本でもバレンタインデーは。そうだよ。それとチョコレートは何の関係があるんでしょう。そっか、そうだよね、海外じゃチョコ関係ないもんね。よし、ここはあの人に教えてもらおう。クロタン先生。え？クロタン先生、おいでおいで。人を犬みてえに呼ぶな、忙しいんだよ。昼休みだよ。準備があるんだよ、次の体育の授業の。まだ時間あるでしょ、ちょっとシャオラン君に教えてあげてよ。何をだよ。シャオラン君、日本のバレンタインデーが何かわからないんだって。そうなんだよな、シャオラン。あ、はい。ありゃ、菓子メーカーの陰謀だ。は？行くぞ、俺は忙しいんだ。ありがとうございました、黒金先生。ありがとう、クロ様。黒金だ！陰謀、そんな大変なことだったんですね。それは、違う。あらら、お昼休み終わっちゃうね。予定だ。教室に戻らないと。ファイ先生、ありがとうございました。いえいえ、お役に立てなくて。先に教室に戻ります、俺日直なんで。はーい、お弁当箱はモコナたちと片付けておくよ。よろしくお願いします。じゃあ。じゃあね。苦しかった。ごめんね。シャオラン、きっとバレンタインデーのこと誤解しちゃったよ。陰謀とかな。だって面白そうだったんだもん。あ、そうだね、そうだな、面白ければいいな。ねー。